はいどうも、岸スケと申します。本日もご視聴ありがとうございます。暑い日が毎日続いてますけれども、夏バテなどしてませんでしょうか。今日は何を作るかなんですが、ベーナスを使いました照り焼き、ベーナスの照り焼きですね。こちらを作っていきたいと思います。夏になると美味しくなるお野菜、夏野菜の定番ベーナスですね。ベーナスはアクが強いので扱いづらいお野菜ではあるんですけれども、食べ応えがあって大変美味しいので、ぜひ今回のお料理やってみていただきたいです。今日使いますベーナスの方は、高知市内にありますファーマーズマーケット土佐の里で購入してきました。高知県の山間部になります嶺北という地区で採れたベーナスになります。それでは早速参りたいと思います。本日もよろしくお付き合いください。はい、まずはベーナスを処理していきたいと思います。ボウルにお水を用意していただいて、切った後につけるためのお水ですね。ピーラーも用意しておいてください。ピーラーは皮が、ちょっと硬いんで、筋目を入れるためにピーラー用意しています。ベーナスの頭とお尻の部分切っていただいて、おっと、その前にベーナスをカットする前にボウルの中にお塩を入れておきます。これもアク抜きのためですね。アクをしっかり抜くためにお塩をしっかりめにボウルに入れておきます。ベーナスに筋目、まだか、ベーナスによーくお塩溶かしておいてください。はい、ベーナスの方はピーラーで筋目を入れておきます。何本か筋目を入れていただいたら大丈夫です。はい、このような状態になりましたらカットして、塩水の方にベーナスをつけていきます。はい、それではカットしていきます。ベーナスの頭の部分の細いところは輪切りで大丈夫かと思います。太いところに関しましては、何センチ厚だ、3センチ厚ぐらいの半月でのカット、まあこのあたりは適当にやっていただければいいかと思います。厚い方が食べ応えがあって美味しいかとは思います。はい、カットしたのを先ほどの塩水の方につけておきます。このつけた状態のままで5分から10分ほどアク抜きをします。どうしてもベーナス浮いてきますんで、つけている間たまに上下を入れ替えるように混ぜてあげてください。はい、アク抜きをしている間に照り焼きのタレを合わせておきます。砂糖、醤油、みりん、お酒、はい、材料としてはこれですね。簡単ですので覚えておくといろんなものに応用ができて便利です。砂糖が大さじで1、醤油が大さじで2、酒が大さじで2、みりんが大さじで2です。はい、こちらが基本分量になります。これを軽く火にかけてアルコールを飛ばしていただくと照り焼きのタレになります。これを使ってブリの照り焼きや照り焼きハンバーグなども作れますので、ぜひタレのレパートリーに入れておいてください。今回はこのベースとなる照り焼きのタレにカツオ昆布だしを 100cc 入れて少し伸ばした状態で使用します。顆粒の和風だしでも大丈夫ですし、だし取るのが面倒だという方はお水でやっていただいてもいいと思います。照り焼きのタレにだしを 100cc 入れたら全体を混ぜて一旦置いておきます。はい、こちらが10分ほど塩水につけておいたベーナスです。途中何度かこのように浮いてきてしまうので混ぜながらアク抜きをしております。アク抜きができたベーナスは塩水から引き上げてペーパーでしっかりと水切りをしておきます。水がきれいに拭き取れたら片栗粉をベーナスの全面にきれいに振りかけておきます。片栗粉を全面に振りかけることによってですね、仕上がりがとろっとした食感になって、照り焼きのタレにもとろみがついて仕上がりに照り感が出て美味しそうな仕上がり、美味しいんですけど美味しそうな仕上がりに出来上がります。はい、それではベーナスを焼いていきたいと思います。使用するフライパンは24センチのテフロンパンです。横には先ほど作りました照り焼きのタレを準備しています。フライパンの方に今回キャノーラ油使ってますけれども、サラダ油等で大丈夫です。たっぷりめに油を敷いていただいて、そこに、火加減は中火程度です、そこにベーナスを並べていきます。フライパンいっぱいになるんですけれども、焼いているとベーナスも縮んでくるので綺麗に収まってくるかと思います。焼いていくうちに最初に入れた油を全部ベーナスが吸ってしまいますので、少ないなと思った時は油を足してあげてください。ある程度の油が入っている方が
ナスはやっぱ油との相性がいいんで、少なすぎるよりかはある程度油は入っている方がいいかと思います。入れすぎると今度ね、カロリーが高くなりすぎるんで、そこら辺も注意しながら、ご自分で調整しながらやってみてください。両面がある程度焼き色つきましたら、そこに先ほどの照り焼きのタレを入れます。タレを入れるとすぐに煮立ってきますので、その照り焼きのタレを煮詰めていきます。煮詰めることによって、最初ベーナスに振りかけていた片栗粉が溶けてとろみがついてきます。照り焼きのタレを煮詰めながら、ナスに照り焼きのタレを煮含めていく感じで煮ていきます。そうしている間に照り焼きのタレは煮詰まってきて、ベーナスにつけていた片栗粉が溶け出し、照り焼きのタレにとろみがついてきます。照り焼きのタレがある程度煮詰まってとろみがついてきたら仕上がりとなります。なかなかいい感じに仕上がってきてます。このぐらいにまで煮詰まってとろみがついてきたら OK だと思います。うまそうですね。夏場の暑い時なんか、これに山椒なんかかけるともっと美味しいかもしれないですね。はい、いい感じに仕上がったので盛り付けていきたいと思います。仕上げにお好みで白ごまと刻んだネギを振りかけ、色味をつけてあげたら完成となります。めちゃうまそう。はい、いかがだったでしょうか。ベーナスの照り焼き、ベーナス一つあれば簡単にできるお料理なので、またボリュームもありますし、ご飯との相性もとてもいい一品です。野菜嫌いなお子さんにも多分喜んでいただけるお料理なんじゃないかなと思います。はい、ご飯にのせて丼なんてのもいけるかと思います。ぜひ一度作ってみてください。本日使用した材料は概要欄の方にも記載しております。またご確認ください。いつもいいねやコメントありがとうございます。これからも皆さんのお料理に役立つような動画を発信していきたいかと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。